王位継承争いもいよいよ佳境だ。このままでは隣国につけ入れられるぞ。愚かだな人間は。口を開けば争いの話ばかり。価値のない姓を謳歌する気はないのか。来たぞ、正解の巫女様だ。ああ、これで私たちも救われる。神、またはそれに準じる者。いずれにせよ、奴らが人間の社会に干渉するのはルール違反だ。あいつ。ドラゴンが奇跡の巫女だと。笑わせる。君の名は確か。トールだったか。私はただ人同士が争うことはないと、無駄な血は愚かしいと思っただけだ。止める力があったからそうした。人柱も大層立てられたことだろうな。私は人柱なんていらない。人なんて食って何がうまいと言うんだ。この世にはもっとうまいものがきっとあるはずだ。人はそれを作ってくれると私は信じている。そうか、ケサルコアトルが言ってた変わり者。お前がエルマか。私が今まで出会った混沌の竜は会話に応じる相手ではなかった。滅ぼす前に見定める皇帝を挟んだだけだ。見定めるか。ならばしばらく一緒に行動してみないか。何？私と一緒に人間の世界を見定めよう。じゃあそれから二人でしばらく。ええ、あの時は私もどうかしていた。私は種族全体の目的よりも自分がやりたいことをやっているエルマに興味がありました。当時の私もそんな感じでしたし。うんうん、それでそれで。簡単ですよ、殺し合いに。全然自然じゃないね。なぜだ、なぜ宮殿を破壊した。ここは平和の象徴になるはずだった。平和か。お前あっての平和に寒気がしたからな。初心からずれたなエルマ。失望したぞ。見苦しさに耐えられん。お前を殺して人間どもを夢から覚ましてやる。言わせておけば。やれるものならやってみろ。こうして私たちは決定的に道をたがえたのです。喧嘩するほど仲がいいってやつだね。小林さん、今の話を聞いていたんですか。そうだぞ小林さん、完全な平行線なのだ。そうかな。ここではトールはおとなしいし、エルマだって人を導く前に仕事で手一杯だしね。ここだったらいがみ合わなくていいんじゃない。やっぱりあなたとは合いません。何を。何かというと食べ物に釣られて。人間を理解するためには人間の文化を味わうのが一番だろ。お互いの内面を知るほど距離が近づいて、認めない部分は戦って削り合って、